初日 8レース走られます、福岡108匹の児玉葵選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。第1回のパールカップ、まあ、ここで優勝されて迎える第2回ですけども、まあ、振り返って1回目いかがでしたか。まあ、去年は怪我からのスタートで、もう本当賞金ランキング的にも G1 取らないとグランプリ出れない状況で、完全優勝してグランプリ決めれたっていう思い出のあるあのタイトルレースなので、まあ、今年は2連覇かかってますし、あの気合は入ってます。地元のオールガールズも取られて、まあ、今回2回目っていう話なんですけども、はい、まあ、1回取ってもグランプリ決まったことで、はい、今の心境っていうのはどうですか。まあ、去年 G1 取って気持ち切らしちゃってなかなかそこからこう気持ちを上げられなかったので、今年はもう G1 取った後にもうしっかり遊んでリフレッシュして、でここまで気持ち切らさずにやれてきてるので、まあ、あとは競争でいい結果が出ればなって感じですね。初日なんですけども、戦い方はどうされますか。もう本当にすごいいいメンバーが揃っているので、油断するとか、なんかこう構えすぎちゃうと、もう何もできずに終わっちゃうメンバーなので、まあ、人に頼らず、自分の力でゴール目指すっていうところを心がけたいなと思います。昨年は久米選手と沢口選手が仕掛けたところをすかさず縦切に行って、はい、引き離して優勝だったので、はい、それぐらい積極的には行きたいという。そうですね、積極的には動いていきたいですね、はい、オリオンリーの作戦来てるんですけど、はい、これは何かあったんですか。それこそ久留米 G1 終わって沖縄に遊びに行って、うん、初めての沖縄だったんで、はい、ちょっとこう浮かれてオリオンビール飲みながらオリオン T シャツ着てっていう感じで、それを今回着てきました。じゃあ行かれた方が何人かですね。そうです、はい、だから多分後でオリオン T シャツ着てる人多分見かけると思いますまた、はい、では、3日間、はい、まあ、連覇向けて意気込みをよろしくお願いします。はい、いつもたくさんの応援ありがとうございます、しっかり自分らしいレースをして、優勝できる精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。